んにちは、よしこです。いつも見てくれてありがとう。気づいてくれている人もいると思いますが、最近私は模様替え中です。部屋の中が随分すっきりして、動画も寂しくなったのでパネルとか作ってみました。さっき落としてしまったので随分外れてしまったのと、スペルが間違えてしまっていて、随分残念なパネルになってしまったんですけど、今後直していきたいと思います。さて、今日のご報告は、私オカリナを始めることにしました。このオカリナは随分前にお友達にいただいたものです。ずっと磨いてはいたんですけど、そんなに吹いてはいなかったんです。今回やってみたいことがあってチャレンジを始めました。私はこうやって動画を見てもらっているんですけど、編集がうまくできません。ウクレレやカリンバの動画も見てもらっているんですけれど、音楽の理論についてはよくわかっていません。だから私は動画と音楽とこのオカリナの練習をしようと思っているんです。そして私はウクレレ、カリンバ、オカリナの三重奏を一人でする、それを動画にまとめて皆さんにお届けしたい。一生懸命やるから皆さんも楽しみにしていてくださいね。まず一番最初に消しゴムはんこでこれを作りました。これで作ったドレミファソラシドです。まずこれを吹けるように練習しています。まずはキラキラ星を練習しているんですけど、ラの音がちょっと難しいです。あとウクレレやカリンバとの大きな違いは部屋で練習できないことです。でも風の中でオカリナを吹くこともとても気持ちいいことです。キラキラ星が吹けるようになったらぜひまた聞いてくださいね。最後まで見てくれてありがとう。またね。